ベルビー赤坂は東京赤坂にある商業ビルで東京地下鉄赤坂三つ駅の駅ビルであるファッションビルとして運営されていたが2012年3月末をもって事実上閉店2013年6月7日よりビッグカメラが入居している東京メトロの前身である帝都高速度交通営団が1978年5月29日に 子会社の株式会社地下鉄、ビルデイングと、伊藤中商事株式会社との合弁会社として、CI メトロビル株式会社を設立、翌年9月26日に、ベルビー赤坂が開業した。CI メトロビルは1999年6月30日に、株式会社ベルビーメトロに、社名変更し、 翌2000年10月1日には株式会社地下鉄、ビルデイングに吸収合併されたことから、ベルビー赤坂の経営も同社に移管された。ベルビー赤坂は2000年11月1日に全面改装を開業し、同時にポカリスエットやイップサのロゴデザインを手掛けた、ヘルムート・シュメットのデザインによる新しいロゴ。ベルビーが採用された。また、クラブベルビーというポイントカードも導入され、 顧客獲得強化が図られていた。2006年7月1日、ベルビー赤坂の事業はメトロプロパティーズに譲とされた。同社は同年10月2日に行われた株式会社地下鉄ビルディングの会社分割と吸収合併により東京メトロの直接の子会社となった。東京メトロとメトロプロパティーズによる改装工事が行われ2007年5月10日に 再び真相を回転した。この際には、美しい人生や笠か美人、生まれる、をキャッチコピーとし、全56店舗中35店舗が入れ替えられた。これらの新店舗のうち14店舗は、第1号店、または新業態であった。しかしながら、ビルの耐震性能に問題があることなどから、2012年3月31日をもって全店閉店した。閉鎖後は、 耐震補強工事を経て、家電量販店、ビッグカメラが2013年6月7日に赤坂見つ駅店として出店している。ビッグカメラはベルビー赤坂の全フロアに入居しているが、各テナントという位置づけのためビルには、ベルビーの看板も残している。地上入口営業当時のベルビー赤坂、ありがとうございます。